で初日12レースドリームレース走られます福井の脇本裕太選手です。よろしくお願いします。お願いします。ファン投票2位という結果でしたけども、受けてどうでしょうか。いやもう非常に光栄だと思ってます。まあ、小翔さんとここでワンツーということですけども、やっぱり近畿コンビ人気あるなっていう感じですけども、まあ、それだけやっぱり期待をされているのでしっかり応えられるように頑張りたいと思います。まあ、オールスター自身は前々年ですね、西弁で、まあ、優勝、また岩城でも優勝してますけども、印象はどうでしょうか。大会の相性は悪くないというふうに思ってるんですけども、まあ、ちょっと去年落車しているので、まあ、その辺も含めて、まあ、挽回はしたいなというふうに思ってます。ただやっぱり平塚っていうとグランプリが優勝、うん、そうですね、まあ、だ季節がちょっと違いすぎるので、まあ、そのあたりの相性も含めて、まあ、確かめたいところいっぱいあるので、はい。福井県から、まあ、20日ほど空きましたけども、この間っていうのはどういうふうに過ごされましたでしょうか。まあ、福井記念終わって少し休んで、まあ、その後すぐ普段通りの練習をしたつもりなんですけども、まあ、ちょっと暑さのせいで、まあ、思った以上のこうトレーニングの質が得られなかったなというふうに思うので、まあ、そのあたり不安を抱えながらですけども、一生懸命頑張りたいと思います。状態としてはそんなに悪くはないと思います。悪くはない、はい。まあ、昨日までオリンピックが終わりまして、テレビ番組にも出てましたけども、ちょっとだいぶ緊張されてる、まあ、緊張したって書いてはありましたけども、うん、まあ、競輪用語を使わずになるべく一般の方々に知ってもらうために、分かりやすく、まあ、解説はしたつもりだったんですけども、まあ、それをしっかり、まあ、全うした上で、まあ、今回オールスター迎えているので、まあ、その気持ちも含めて頑張りたいと思ってます。まあ、やっぱり初日の方から、まあ、ツイートもよくされてて、まあ、競技、自転車競技を、まあ、なるべく発信しようっていう気持ちが多分あるんではないかなと思いますけども、まあ、今回選手の走りを見てどう思われましたか。まあ、そうですね、まあ、スケジュールがまあかなり過密なので、まあ、そのあたりもまあ僕選手ならではで分かっていることだと思うんですけども、まあ、大変だなというふうに思いましたね。まあ、この走りを見て、ちょっとさっき中川選手にも聞いたんですけど、次のロスを沖本さん目指すとかないですか。ないな。ないないです、うん、ないな、はい、ありません、はい。まあ、でもやっぱりいい走りを見て刺激にはやっぱりなった、まあ、刺激になったというか、まあ、ちょっと感情移入したというか、うん、前回の大会も出てますし、まあ、いい緊張もらいました。わかりました。ドリームは小翔さんと2人ですけども、並び戦い方はどうでしょうか。もう普通に僕が前でしっかり頑張りたいと思います。わかりました。では長丁場になると思いますけども、意気込みとファンの方へのメッセージをお願いします。そうですね、暑くなるんですけども、6日間しっかり、一生懸命頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。